イギリス・ロンドンのニュークロスに本部を置くロンドン大学を構成する研究・教育機関である。ただし、ロンドン大学を構成する他の教育・研究機関同様、個別の大学として通常扱われる。1891年に創立1904年にロンドン大学に加盟。研究型小規模大学連盟1994グループ加盟校。 ファインアートにおける功績が報道メディアに取り上げられることが多いが、音楽学、社会学、カルチュラルスタディーズ、メディア研究、コミュニケーション学などの様々な分野の教育、研究を行っている。1980年代後半以降の卒業生の中からは、ヤングブリティッシュアーティストと呼ばれるイギリス美術界の新世代が輩出された。 それ以後も様々なアート系分野で才能ある新人を数多く輩出している。現代美術家、ダミアン・ハースト、映画、それでも世は明けるで2014年度アカデミー賞作品賞を受賞したスティーブ・マック・イーン、2013年度、マーキュリー賞及び2014年度、グラミー賞最優秀新人賞を受賞した。 ジェームス・ブレイクと初登場で全英アルバムチャート1位を達成した KTB などが著名な卒業生。さらに2013年度のターナー賞を受賞したロール、ブルーボもゴールドスミス・カレッジで学んだ。現在までに7人の卒業生がターナー賞を受賞している。デッドフォード・タウンホール・ビルディングなお、2009年9月現在も大学の法的手続きなどを行う際の公式名称は、 ゴールドスミススカレッジとなっている。また、1993年以降は通常、運営における大学名称を別に設けており、2009年9月、現在の名称はゴールドスミススである。ザベンピムラットビルディングザ QS ワールドユニバーシティランキングスの2021年度版における先行別の世界ランキングでゴールドスミスは以下のように評価されている。ゴールドスミスは、 芸術系分野が名高いが、英国の各種で幅広い文系分野において、高評価を維持している。ゴールドスミスがアートの分野において、ヤングブリティッシュアーティスト世代以降、より広範囲なジャンルにわたって、クリエイティブな人材を輩出している理由について、カレッジの学長であるパッド・ローリーは、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション誌のインタビューに以下のように答えている。 ある種のアウトサイダーではないアーティストを私は見たことがない。この点、ロンドンの都心から少し離れたロケーションに位置することはアート機質を養うのに適していると思う。また、カレッジのインスティチュートフォークリエイティブカルチュラルアントラプリナーシップではアーティストが食べていける方法に焦点を当てビジネスマインドを持ったクリエイティブ性の養成やアート系学生の企業を促進している。 ダミアンハーストは、ここの学生時代から創造性に優れていたと同時に、意外な起業家でもあった。我々はさらに重要な特徴として、学際的教育、研究手法を挙げ、ここでは、驚くべき才能のミュージシャンが同時に優れた、コンピュータープログラマーであることが珍しくないのです。アート系学生が、社会科学専攻の学生と地域で共同プロジェクトを、 行うなど違った専攻の学生と組んだコラボプロジェクトも盛んで、それらがゴールドスミスのトレードマークにもなっています。我々は長い間、ここゴールドスミスでクリエイティブアートを勧誘してきましたが、それらは今、現実の諸問題にも適用できるのです。と述べている。ゴールドスミス大学によると、2012、13年度において、 ゴールドスミス大学には8844名の学生が所属しており、その57.7%にあたる5101名が学部課程で学び、残りの42.3%の3743名が大学院にて研究活動を行っている。学生の男女比は34、66と女性の方が多い。年齢階層別に見てみると20歳以下が全体の 約40%を占めるが、一方で25歳以上の学生も37.3%いる。また、学生の出身地域別に見ると、イギリス出身者が71.7%と多数を占めている。留学生は、学生全体の28.3%であり、イギリス以外の EU 諸国出身者が、学生全体の9.7%で、それ以外の国と地域からは、 学生全体の18.6%となっている。ありがとうございます。